はい、皆さんこんにちは。カメラ小僧のミスターミラリスです。いつもね、ご視聴ありがとうございます。それで今日はですね、カメラ小僧のミスターミラリスがボケに興味をね、持ち始めたんでね、恐ろしいこと起きますよ、これ。今までね、写真のボケはね、そんな興味なかったんですよ。だからまあ、マイクロフォーサーズ交代もあるんだけど、もともとね、私カメラ始める時に、正直言ってボケのことあんま知りませんかったし、途中買う直前ぐらいに分かったんだけど、正直で興味なかったね、ボケはね。なんでボケた写真がいいんかなっていうことで興味なかったんだけど、ボケ撮ったらどこで撮ったかもわからないしね、ほんと興味なかったんだね。まあそれは私がね、写真のことあまり知らん経由のもあるのかもしれんけど、ただやっぱりね、これはね、 YouTube 見とったら影響受けるよね。もう YouTube 見とったらもう、ちょっと言い方はすごい申し訳なく悪いんだけど、ね、この写真のね、ボケじゃボケじゃ言うてね、ボケの話をね、レンズでしたがるいうかね、しとるんですよね。ほんまボケの分断いうかね。もうちょっと私も口が悪いって申し訳ないんだけど、なんでボケがいいんかいうことでね、ボケ興味ないわ、思ってね。全くボケ本当、どうでもよかったんだけど、ただね、やっぱりね、数年こうやって撮ってくるとね、やっと皆さんの気持ちがわかりましたよ。なんとなく分かってきた。やっぱボケええわ。ボケ気に入ってきてね、最近ね。なんかやっぱボケいいなぁ思ってね。ボケいいですよ。確かに分かってきたな。でね、やっぱ主役がね、ポートレート撮りよって、やっぱりこう主役がね、引き立つね、周りがボケたら。やっぱりね、想像力も湧いてくるんだね、ボケとって、こんなんかこう見えるなぁいう、こう想像力が。皆さんの気持ちがね、猿の軍団じゃないけど、ボケの軍団のね、気持ちが分かってきました。確かに私もボケの軍団の仲間入りをせにゃいけんのだけど、ただマイクロフォーサーズなんでね、ボケの軍団さんに仲間入りしよう思ったらね、ピーン言ってね、跳ね飛ばされそうでね、あんたのボケてないじゃないかってね、僕の軍団入っちゃダメじゃないってからね、言われそうで、寂しいんだけども、何を隠そうね、今回ね、ルミナ1の1ピリオド14、ピリオド0、1.14.0、ルミナが出てね、新しくアップデート。前回までは1の、ピリオド13のピリオド0でね。13じゃったんだけど、まあ14が出て、つい先日ね。ボケ進化してきましたよ、また。一段と。ちょっとボケにプラスアルファ加わってきたんだけどね。こりゃ、面白い展開になってきたなぁ、思ってね。で、ちょっといろいろ遊びでやりよったら、これボケええなぁ、思ってね。もうね、この進化が続くとね、私のこの、マイクロフォーサーズでもね、古澤さんのボケにね、だんだん近づいていくんじゃないかなと、改めて思いましたね。ただね、やっぱりね、古澤さんに勝てんのもあるよね、今のところ。ちょっといろいろ、まああるかもしれない。私の調べようが足りんのかもしれない。あくまでこれルミナ、ネオの話ですけどね。ちょっとこう見とったら、玉ボケとか丸ボケのがないよね。動作言うてね。こう動いたようなボケで、ブレのボケとかはあるんだけどね。ブレのボケはできるようになりましたよ。普通のボケ、全体的にボケ、もしくは特定箇所のボケとかそういうのはまあできるようになって、で、今度はまあ特定の部分的にも全体的にもだけど、ブレのボケもできるようになってるしね。そうか思ったら、こう、渦みたいなボケもできるようになってきたし、だんだんボケがね、いろんなができていて、今回はね、特定の場所以外の左右をぼかしたり、上下をぼかしたりとかね、いうこともできるようになってきたしね、だんだん進化してくるんですよ。ただね、やっぱり、ないのがね、玉ボケ、丸ボケ、
あれがないんよね、多分。だからね、玉ボケと丸ボケがそろそろ出てくるんじゃないんだと。出てこい言うて、私もあのルミナーに言うとこう思うんだけど、玉ボケと丸ボケを出してくれってからね、あの意見言うとこう思うんですけども、まあ私が言うや、そのうちルミナーさんも、ははーいう感じでこう出してくるんじゃないかなと。だったらもうあのマイクロフォーサーズもね、フルサイズに追いつくというかね、同等レベルに近づいてくるんじゃないんかなと思うんじゃけども、ただやっぱりね、ちょっと負ける部分もあるね。まあ、別にこの勝ち負けのこと言うんじゃないんだけども、やっぱり、ちょっとね、あの人生ね、人間である以上ね、あの、まあ、人間、宇宙人である以上、まあ、あの宇宙の一人ですからね、私も。あの宇宙人である以上、やっぱり競争社会ですんでね、人間にはね、あの、人間か宇宙人にはあの勝ち負けありますんでね。やっぱりね、勝ったり負けたり、やっぱ争っていかんと、あの、だんだん進化していかんけえね。やっぱり、勝ち負けはあるんだけども、フルサイズさんにね、やっぱり負ける点の一つあるよ。この、さっきの丸ボケ、玉ボケができんよのも、あの、ラグビーボールのね、卵の形のボケもできんとかいうのもね、あるんだけども、まあ、それは多分できるでしょう。多分できますよ。簡単なことじゃ思うんだけど、問題はね、めんどくさいんよね。やっぱりね、あの、JPEG 撮って出して、すでにボケ撮ってね、ちゃんとこう、当たり前にいい状況なく撮るんであったらええんじゃけど、あの、フルサイズさんみたいにね。現像でぼかしてくれたら、例えばあの、100枚写真撮ってから、あの、特定に5枚、10枚選んで、それをこう、ぼかすというのはできるけども、他を全部ぼかしてこう思ったら、手間がかかってね、手間がかかるんですよね。だから手間の時給で考えたら、その時給金払う思いや、あの、フルサイズ買った方がいいかもしれないね。ただまあ、私みたいに根本的にボケが全てとは思ってないから、好きなわけじゃないから、そこまでね。まあ一応最近好きになってきたんだけど。やっぱり特定の選んだ写真で、こいつらをボケさそういう分のレベルの人間なんで、まあ今のところはいいんだけど、全体的にもう100枚撮って100枚全部僕撮ってくれんといけん言うんだったらね、もう時間がかかってどうしようもならんのでね、ちょっとそこはやっぱマイクロフォーサーズ負ける思うよね、今のとこはね。まあただだんだん進化しとる系スピードもね、速くなるだろうし、まあ将来的には楽しみではあるんだけど、まあそれでね、ちょっと今回、あれです、あの、福山アイドルクラブさんによってね、あの、広島に来ない、ちょっと前に来られた時に、写真撮らせてもらうと撮るんだけども、その時のね、写真をちょっとまあ、使わせてもらおうって、まあ一応、ボケのね、実践をちょっとやってみますんで、まあ私ができる範囲でね、やってみるんで、まあ、上手い人がいればもう、あの、バンバンにできると思うんだけど、私今素人なんでちょっとこう、下手くそだけどちょっとこうやってみますんで、まあこれぐらいはもうできるんだと。ということで、だんだんフルサイズに近づいてきてますんでね。まあ、今後が楽しみですよ。で、まあ、どっちしてもね、こういうの放送するとね、どうしてもフルサイズさんからしたら、くそー、ほんまあのマイクロフォーサイズのやつがやり出した、ということでね、また、ちょっと、面白ない思うかもしれんけど、まあ、ちょっと、暇つぶしに、まあ見てくださいよ。まあ、こうやって進化してきおるんじゃいうことで、マイクロフォーサーズもね、頑張っとるんじゃいうことで、あの、やっぱりね、ちょっとあの、同じ一眼カメラとしてね、あの、仲良くせね、ちょっといけんな、思ってね、いうことで、あの、思ってますよ、私も。あの、やっぱりね、iPhone とかね、あの、スマートフォンが迫ってきてますんでね、やっぱり一眼レフが一眼軍団でね、ちょっとあの、iPhone、スマートフォンとかね、もうその辺の、やっぱりこう、軍団に負けちゃいけんけ。なんでまた勝ち負けやり出すんかいね。好きだね、この人勝ち負けがいて。いや、私宇宙人ですんでね、あの、どうしても勝負するようになるんですよね、もう。まあそういうことで、まあちょっと福山アイドルクラブさんのね、応援行ってください、あの、皆さんもね、福山アイドルクラブさんの写真撮ったりできますからね、応援してあげてくださいよ。まあ一応福山アイドルクラブさんのね、ももちゃんと、とりあえず、レイラちゃんとね、お二人の方がこの間広島来た時の写真撮ってますんで、その分のちょっと使わせてもらって、やりますよ、今から。ボケの子をね、講習会を、
私もとうとう先生になりましたよ、なんか。まあ、とうとう先生になったというかね、YouTube でね、夢夢タウン、夢夢ジャンクさんか、夢夢ジャンクさんとか、あと、ゆきさんかね、あの辺の方のね、いろいろ参考にさせてもらってますんで、まあ、いつもありがとうございます。助かってますよ、もう。私もね、皆さん、あの方たちがね、雇ってくれんとね、ルミナーのね、こう、使い方をね、私もね、学ぶところがないんでね、まあ、ちょっと助かってますよ、もう。いつもお勉強させてもらってますんで、まあ、ちょっとそういうの真似するようになってきましたけど、だんだん。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと見てください。今日ご視聴ありがとうございます。さあ、どうぞ。こちらにですね、一個作ったんですけども、これ、行こうか。こちらにですね、福山アイドルクラブ、福山アイドルクラブのももちゃんという方がいるんですが、まあ、私が、まあ、ちょっと追っかけで今写真撮らせてもらっとるんですけども、彼女、がですね、まあ、彼女がいるか、だから福山アイドルクラブいう、まあ、クラブがありまして、で、まあ、広島の福山市に、まあ、あるんですけども、そういうメンバーの。それがですね、広島市にパルコがあるんですけども、広島パルコ。その裏にね、アリスガーデンいうのがあるんですよ。アリスガーデンいうって、まあ、ちょっと小さい公園みたいな、感じなんですけども、まあ、広島のパルコの裏なんで、まあ、ちょっとまあ結構賑やかなとこではあるんだけど、そこでまあイベントというかね、まあまあ、コンサートというか、まあ、ライブがありまして、その時に、まあ、ちょっと写真撮らせてもらったんですけども、で、まあ、その写真をまあ、ちょっと使わせてもらうんだけど、まあ、福山アイドルクラブの、まあ、ももちゃんいう方なんですけども、彼女の写真を撮ったときに、まあ、後ろにね、裏にね、アビレックスいう、洋服売っとる、まあ、洋服いうか、まあ、アビレックスいう、まあ、有名な、まあ、日本各地にあるんですけども、まあ、店舗がありまして、まあ、そこのとこでこう、なんですか、その、写真撮らせてもらおうたんじゃけど、これ見るとですね、まあ、ももちゃんがはっきり写っとるんだけど、このアビレックスの服ですよね、これ。白、黄色、緑、茶色のこの服が、まあ、ある程度ボケてはいるんだけども、正直言ってはっきり写っとるじゃないですか。で、できれば、この写真はこの写真でいいんだけど、アビレックスのところで写しとるいうことで、ももちゃんとアビレックスがね、福山アイドルクラブのももちゃんとアビレックスが両方写っとって、これはこれでいいんだけど、やっぱりちょっと最近ボケにハマってきてね、私もね。まあ、フルサイズのね、F 値の小さい、まあ、1.2 とか 1.8 とか、2.8 とかだったら、まあ、この辺をボケさせることができるじゃないですか、要するに、ももちゃんだけを際立たせて、その他のこっちの方をボケさすことができると思うんですけども、それにあたってね、まあ、マイクロフォーサーズはちょっとやっぱり不利なんですよね。ボケんことはないんだけど、まあ、例えばももちゃんを、ちょっとこう、少し前に来てもらうとか、まあ、極力 F 値の低い分使うとかね、まあ、いろんなちょっと方法あるんだけど、まあ、もう、ちょっと映した後の話で、ちょっとこれ、ももちゃんを際立てたいなと思った時に、目立たせたいな。だから、アビレックスのがちょっとうるさくなってきますんで、こうなってくると。まあ、うるさくなるというか、ももちゃんを際立てさせたいんで、そうなると、ルミナーでちょっと、今まではね、ちょっとこれ、ボケさした分が、これなんですけど、これちょっと簡単にペッとやったんですけど、今まではね、このももちゃんだけのポートレートを選んで、人物を。
まあ、単純に言うたら、ももちゃんと、あとバックとの二分割しかできんかったんですよ。で、まあ、今まで言うか、だから、ルミナの1の13の0の前、そのさらに前、だから今から2ヶ月ぐらい前、2、3ヶ月前は、ももちゃんか、バックの後ろの方か、どっちかいう感じで、もう、その地でしか選べんかったんだけど、1、2ヶ月前にルミナーの1の13の0、これもまあ私が知っとる範囲よ。実はできとったんかもしれん。実はできとったんかもしれんけど、私が知っとる範囲だったらもう、ももちゃんか、後ろかいう感じで、もう、極端に言ったら二分割しかできんかったんだけど、できとったんかもしれんけど、私が知っとる範囲だったらできてなかったんで、でまあ、それが1、2ヶ月前から、できるようになったんですよね。その要するに何ができるかいうのは、例えば、ももちゃんをはっきり写しとって、黄色い T シャツをある程度写しとって、例えば緑を、この緑のこのレックス、アビレックスを少しかなりぼけさすんだけども、もうここの茶色のアビレックスはもうかなりぼけてるじゃないですか、この。一番右端の茶色のアビレックスはもう、アビレックスって読めんですよね。でもここの、緑のアビレックスは、まだレックスが見えるじゃないですか、USA とか。でもこの茶色の右端の部分はもう見えないですよね。こういう具合にね、段を追って選べれるようになったんですよね。で、例えばこの黄色とか白とかはまだ見れるという感じで、その、昔はね、この白にしても黄色にしても緑にしてもこの茶色にしてもね、同じようにぼけ寄ったんで、それはそれでもよかったんだけど、それじゃあちょっとね、ついつまが合わんことが出てくることがあったんですよね。だから、この茶色い部分をとにかく極端にボケさせたいと。茶色い T シャツの部分を。緑は少しだけボケさせたい。黄色とか白はある程度残したいとかね、いうことがもうできるようになったよね。それはね、個別にぼかしをしてできるようになったよね。だから、例えばここで言う、これがね、ルミナーの画面なんですけども、ルミナーの画面にね、今ね、ここ1週間ぐらい前にね、1、2ヶ月前に1の13の0が出たんですけど、それができるようになって、で、今1の14の0って、さらに2、3日前、4、5日前に最新が出たんだけど、それになったらね、ここにぼかし、これ見てもらったら、ぼかしいのができたんですけど、今まではこのぼかしいのがなかったんですよね。今まではね、ブルアーか。なんか、ちょっと、アルファベットのスペルで、まあ、なっとったんだけど、今このぼかしが出てね、まあ、前回からはできるようになったんだけど、今回はまあ、このさらにぼかしになってね、このディルシフトのができたの、このディルシフトのが。これはこれでまた違うんだけど、これはこれでね、またね、いろいろ選べるようになったよね。で、まあ、ちょっと簡単にやってみますけども、こちらにですね、やっぱり広島パルコの裏で、アリスガーデンというとこでですね、福山アイドルクラブの、レイラさんと、まあ、レイラちゃんと、ももちゃんがいるんですが、これ、まあ、写真撮らせてもらったんですけども、まあ、皆さん応援に行ってあげてください。福山アイドルクラブっていう、まあ、バンドというかね、まあ、チームなんですけども。で、まあ、これ、見たらですね、
後ろもある程度はっきり映っとるじゃないですか。後ろもある程度はっきり映っとる。で、これで言ったらですね、この後ろをある程度こうボケさせたいときに、今までは、この人物、福山アイドルクラブの二人のメンバーと、バック、このバックよね、バックを選んで人物ポートレートというのがあって、人物、まあボケですよね。それがあって、ここで言うたら、このポートレートのにポートレートボケのがあるんですけども、このポートレートボケいうのを選んだら、もう人物かポートレ、人物じゃないかに分けられて、人物じゃない部分のうちのここを強調してボケさせたいとかいうのができんかったんですよね。もう2、3ヶ月前は。確か。できたんかもしれん。できたん、私はやり方わからんかったんだけど、人物か人物じゃないかでボケの調整はできよったんだけど、その人物以外のところでさらにここだけボケさせたいとかいう、例えば、さらにここの部分だけをボケさせたいとかいうのがね、できんかったんですよね。それが1ヶ月ぐらい前ですかね、1の13の0になって、バージョンアップして、ここに今、こうぼかしってありますけど、ここぼかしじゃなくて、ブラーか、なんか、変な名前の文になってですね、それを選んだら、このガウシアンと動作とひねりのこの3つができたんです。この3つがね、この3つができて、ガウシアン、動作、ひねり。この動作がね、ちょっとソフトによってはちょっと、名前が違うかもしれんけど、まあ、ガウシアンと動作とひねりができたんです。これなんでか、よく YouTube でゆきさん言うてね、ルミナーのやられとる方の私参考にさせてもらったんだけど、その方の見たらガウシアンとこの動作がね、アルファベットな、あ、カタカナなんですよ。なんか。で、私はまあ、漢字で動作で出とんだけど、カタカナでなんか変わった名前になっとんだけど、で、このひねりは一緒なんですけどね、ひねりとかガウシアンは。まあ、要はね、この三つができて、この1ヶ月ぐらい前に、1の13の0です。何回も言うけど。それができたことによって、このガウシアンを指定したら、ガウシアンを指定して、まあ、何回も使い慣れてもらうしかないんだけど、やってもらったら、人物と、人物以外とかいう話もそうなんだけど、それ以外にね、ここ、例えば、ここの部分だけをすごく強調させてボケさせたいいうことができるようになったんです。このガウシアンで。ガウシアンでここだけを指定して、ここだけをもう強調してボケさすとか。その前もできとったんかもしれんけども、確実にこのガウシアンでできるようになったんです。で、今回、さらにまた、その時はここのぼかしって書いてもぼかしじゃなくて、ブルワーかなんかちょっと変わった名前になっとったんですけど、今回ね、新しく1の2、3日前に、1週間ぐらい前か。1の14の0で、13から14に変わって、このぼかしいのができたんです。それに伴ってこの、ティルトシフトのができて、このティルトシフトの説明しますね。ティルトシフトは、またちょっと違うボケでして、これ選ぶと、ここでマスキングいうのを選んで、まあ、ブラシか。これじゃないわ。ティルシフト選んで、これ、例えばこう、ダーッとこう持ってくるとね、これ見てもらって、今、体の部分は残っとる、ここの部分は残っとって、スカートから下と、首から上がボケてますよね、だんだん。こういう、上と下だけボケさすとか、例えば、このブラの中心指定の選ぶと、これが選べるんだけど、ここでこう、
回しとこう。ほんで、例えばね、これで、これを、ここに持ってきますよね、この辺に。で、これを、こう広げると、まあ、これも例えば、ちょっとこう広げるとかね、したら、まあ、例えばこうあったらね、こんな感じで、この左右だけボケさせても、中だけ抜くとかね、こういうことができるようになったんですよね、新たにね、今回の1の14の0は。だから、その、で、ここもね、この部分はボケてないんだけど、ここは少しボケて、さらにボケる。少しだけボケて、さらにボケるって感じで、この、これをこう、こんな感じにできて、まあこれも選べるんだけどね、こう、だーっと。まあ、早い話が極端にしたらこんな感じで、ここの部分をボケさせたかったらまだこう、こうやってこういうこともできるし、これをちょっと広げて、こういうこともできるし、これをさらにこう広げて、こういうこともできるしね。だから、こういう機能が加わりました。で、これは角度も、こう中心部選べれるんだけど、これね、角度もね、例えばこれ、ぶっちゃけたらこう斜めにして、こういうことも選べれるしね。だからね、これはまた別機能なんですけどね、こんな感じで。で、これは何だろうかな。これは、どこでも選べる中心ですね。